セリーナ・ディーブは、アメリカ合衆国の女子プロレスラー。バージニア州フェアファックス出身。オーベレスリングスクールでトレーニングを積み、2005年11月4日デビュー。2006年11月13日、オーベ女子王座獲得。直前の10月より、シマーにも参戦。2008年6月にはティネ初参戦。2009年に WWE と契約を結び、7月15日の、 FCW でデビュー。FCW では、ミヤ・マンチにを名乗り、クイーン・オブ・カイ・ CW を獲得。2010年1月22日、スマックダウンに登場。CM パンクが率いるストレート・エッジ・ソサイティに加わる。8月20日、WWE を解雇。解雇の前に、プライベートで、金欲主義ギミックに反して、飲酒を行っている姿を晒している。9月11日、 シマーボリューム33で復帰。2011年1月29日、スマッシュで初来日、ジュリマコ誠と対戦した。その後もスマッシュに継続参戦し、初代スマッシュディーバ王座決定トーナメントにも出場。9月8日の決勝で花名と初代王座を争うが敗戦。10月、脳震盪が判明し、無期限休業を発表。休業中は、 ヨガのインストラクターをしていた。2013年3月17日、ティネの PPV で復帰し、ミッキー・ジェームスとシングルも敗戦。4月6日、ボリューム53で島復帰。7月に2年半ぶりの来日を果たし、25日の WNC にて、リン・バイロンが持つ WNC 女子王座に挑戦。破れ王座ならずも、リンを負傷させて、王座返上に追い込み、 その王座を、ジュリマコ誠と争うことになった。8月10日、WNC 鹿児島大会で、WNC 女子王座獲得。来日期間中は、JWP にも参戦し、モーリー中森花子の、ハートムーブとトリオを組んだ。JWP 後楽園大会では、レオンにアイスリボン、留学中のイギリス人、ケイシー・オーエンズと組んだ。2015年6月17日、 引退を発表。7月10日、レイナ交楽園大会にて行われたジュリとのシングルマッチをもって引退。引退後は米国に戻り、再びヨガのインストラクターになった。2017年に行われたメイアングクラシックに出場、その後、WWE パフォーマンスセンターのコーチとなった。2020年4月15日、WWE が大量解雇を行い、 その一人として解雇された。2020年9月2日、エダイナマイトで現役復帰。10月27日、サンダーロサを破り、NWA 世界女子王座をダッシュ。デトックス相手の頭を自身の股の間に挟み、相手が受け身が取れないように、相手の両腕を胴体背面でロックさせた状態で、ドリルはホールパイルドライバーの体勢で相手を持ち上げてさらに、 受け身が取れないように前方に叩きつける、変形フェイスバスター。エルファンタズモの CR2 と同型。OTP、スピアアームドラッグコブラツイスト GLCW 女子、王座獲得。ありがとうございます。